というわけでですね、今回はキャビンリカーさんの方にお邪魔しているんですけれども、実際にですねこちら店長さんの方にお話をお伺いしていこうと思います、はい、キャビンリカー店長の宇野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、早速なんですけれども、はい、店長、我々ですねリユースショップを愛するものからですね、はい、まあ、初心者の方にですねいろいろとご教授いただきたいなという今回企画なんですけれども、はい、まずですね、買取対象のお酒とそうでないお酒教えていただければと思います。まあ、基本的になんですけども、すべてのお酒お買取させてもらってます。で、一部ですねちょっと古い日本酒とか製造年月日がもうかなり経ってる日本酒とかテーブルワインの古いものとかはお値段つかないことがあるんですけども、基本的にすべての、お酒をお買取させてもらってます。あ、はい、なるほどですね。ちなみにですけども、はいはい、賞味期限が切れたビールとか、はい、やはりそのあたりは、そうですね、ごめんなさい、賞味期限が切れてるものとか、まあ、見た感じも明らかに変色してて、まあ、ちょっとこれおかしいなみたいなものは、ちょっとごめんなさい、一人は難しいかなというところなんですけど、賞味期限のあるお酒は、まあ、過ぎたことは NG というか、そうですね、それで思っていただいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてなんですけれども、はい、売るときに必要なもの、そして、まあ、所要時間の方も教えていただければなと思います。必要なものとしてましては、一応、まあ、お酒、売られるお酒と、まあ、身分証明書、それだけ持ってきていただいたら、まあ、すぐにこちらの方で、まあ、査定させてもらって現金でお渡しさせてもらいます。シンプルにその2つとりあえず持ってくればな、もうシンプルに考えていただいて気軽に寄っていただいたらもうすぐにお渡しできるかと思います。査定時間の方は、まあ、本数にもよるんですけども、2本とか3本でしたらいただいてお代をお渡しして帰られるまで5分もかからないかなと思います。はいはい、はい、なるほどですね。かなりではすごくそこまで気負う必要はないという形ですね。そうですね、本当に気軽に来ていただいて、まあ、物を持ってなくても、まあ、写真とかそれ見せていただいたら大体向井さんのお値段を伝えてきますので、もう本当に気軽に覗いていただいたらなと思います。あ、はい、そういう意味では事前に来店予約や、はい、まあ、俗に言う LINE 査定みたいなものですよね、はい、利用しているとより早くなる。そうですね、そしたらこちらも事前に分かってますので早くはなりますけど、まあ、またそういうのもいらなくて、本当にもうスッと来ていただいて、まあ、すぐにこちらはスタッフが査定しましてお見積もりさせてもらいますので、で、まあ、ご納得していただいたら売っていただくような形で、もう値段ちょっとそれやったらやめるって言って全然お答えいただいて、査定見積もりだけでしたら無料ですので、あ、なるほど、ぜひご利用いただければ。見積もりは無料です、はい、続いてなんですけれども、はい、海鮮済みのお酒、はい、まあ、あとは空き瓶ですよね、はい、なんか貴重なバカラ製のものとかも含めてなんですけども、はい、海鮮済みのお酒については買取の方はいかがでしょうか。そうです、海鮮済みとなるとやはりですね、まあ、飲み物ですので基本的にはもうちょっとお買取はできないという形ですね。はい、空瓶に関しても、まあ、一部やってないこともないんですけど、基本的にはやってないんですね、うちの店では。はい、ということで海鮮済みのお酒に関しては NG でございます。では続いてですね、はい、親や親戚が持っていた古びたボトルですね、はい、先ほど海鮮済みのものは NG ということだったんですけど、はい、古いんですけど未海鮮のものという場合はどうでしょうか。あ、じゃないですよ。これもよく聞かれるんですけども、空いてなければ、まあ、ウイスキーとかブランデー、焼酎、いわゆる蒸留酒でしたら、どれだけ古くても、何の問題もなくお買い取りさせていただきます。間違いなくお値段はつけれますんで、一度、まあ、言っていただいたら、銘柄とか詳しいことがわからなくても、まあ、大体こんなんやとか言っていただいたら、まあ、買える買えないぐらいは、すぐにお答えはできますんで。はい、ただその、前にも申しましたけど、古い日本酒とか安い古いテーブルワインとか、まあ、変色したリキュールとかそういったものはちょっとお値段つかない場合がございますので、まあ、ウイスキーブランデー焼酎とかに関してもあ空いてなければ間違いなくお値段つけれますので、皆さん蒸留酒ですよ、蒸留酒、そこがポイントです。それを踏まえた上で、はい、もしでも高く買取してもらうコツなどあれば教えていただければなと思います。そうですね、まあ、物にはよるんですけども、付属品
ですね、いわゆる箱とか、海鮮とか、まあ、そういったものがありましたら、まあ、一緒に一応持ってきていただきましたら、ボトル単品よりも、買取額が上がる場合がございます。はい、やはりあれですかね、例えば山崎などでしたら、はい、裸の状態も化粧箱がついていると高い。そうですね、山崎とか、まあ、特にあの高額品になればなるほど付属品が揃っている揃ってないで、あの値段の方が下手したら数万変わってくる場合もございますので、はい、箱など、まあ、何でももちろん買い取りはできるんですけども、ある場合はあの持ってきていただけたらなと一緒に思っております。あとはなんかちょっとホコリがたかってたりとかね、はい、ちょっとくすみがある場合は自分で磨くとかはした方がいいですか？いや、それにでは、もうこちらで磨きって取れる場合でしたら、もうそのまま持っていただいても、そこでまあ減額したりっていうのはもうあのこちらの全部としておりませんので。お、はい、なるほどですね、はい、じゃあ変にこう素人作業でやるよりはそのまま持ってきた方がいいということですね。そうですね、特にあのめちゃくちゃ古いお酒ですと、フィルム部分がすごい劣化してて、ちょっとのこの衝撃で切れてしまって回線になってしまうっていう恐れが結構ありますんで、古いお酒でしたら特にもうそのまま持ってきていただいた方がいいかなと思います。ありがとうございます、はい、ではさらにそれを踏まえた上で、リユースボトルを購入するときの注意点といえば何がございますか？そうですね、購入する場合なんですけど、まあ、これも、もう、サハイモルさんの視聴者の方が、まあ、いろいろ動画見てご存知かと思うんですけども、まずですね、液面のコンディションですね。はい。液面の高さ、いわゆる目減りしてるかしてないかっていうところが、オールドボトルで一番簡単に、まあ、状態が見分けられるっていうか、低くても美味しい場合もあるんですけど、なるべく液面の高いものをご購入していただいた方が安心かなっていうところは、僕の経験上からなんですけど、なんとなく思います。はい、例えばラベル焼けとか、はい、箱の穴がつくとか、やっぱオールドボトルとかだと自己責任になると思うんですけど、そうですね、開けてみないとわからないところが多いと思うんですけども、まあ、モサさんおっしゃる通り、ラベル焼けなんかは、ちょっと保存がそういうところでされてたんかなというところが考えられますんで、まあ、避けていただいた方が安全かなと、確かに思います、ね、基本的にはやっぱりオールドボトルって開けてみないとわからない。そうですね、ただその本当にこれダメだろっていうのを当ててみてすごくうわ美味しいやんみたいなこともあると思うんで、まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、がっかりすることもあるかもしれないですけど、楽しみというか開けるまで飲むまで楽しみがあるという意味ではいろいろ買って飲んでいただいたらいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。ではここからはですね、店長の宇野さんおすすめの日吉ウイスキーを教えていただければなと思うんですけれども。はい、かしこまりました。ちょっと個人的な趣味になるんですけども、うちの店スプリングバンクの推しとなっておりまして、私もまあそれじゃ全然飲んだわけじゃないんですけども、こちらスプリングバンク15年の方がですね、まあ一度飲ませてもらったんですけども、非常に重厚なシェリーというか少し調子もあるので非常に美味しかったな。まあ、ちょっとそういった自分の趣味もあって、スプリングバンクを店頭でも多く開催させてもらって、集めさせてもらって。今現在、買取、販売されておられるんですけれども、はい、日本のウイスキーにおいて、やはりサントリー一強ですか？はい、そうですね、まあ、相場のことで言いますと、もちろんイジローズモルトさんとか日華さんとかのプレミアム値段について、まあ、いいお値段ではお買い取りさせてもらってるんですけども、サントリーさんが相場が崩れにくいっていうか、まあ今ちょっとまあ去年が今までで一番相場の方が高くなってまして、まあ、そこから今年に入って少し落ちては来てるんですけども、まあ、落ち方については、まあ、やっぱりサントリーさんの方がそこまで、まあ、暴落という、まあ、落ちるっていうのは、まあ、2割、3割ぐらいまでとどまってるっていうようなイメージでございますね。ちょっと、イチローズモルトとか、ニッカとか、まあ、ニッカそうでもないんですけど、イチローズモルトに関しては結構ちょっと、ものによっては、半額ぐらいまで落ちたりもしてるようなイメージもありますんで、まあ、やっぱりそういう、まあ、中古の、買い取りの相場的な考えでいくと、やっぱりサントリーさん、まあ、強いなというところが感じられます。はい、ありがとうございます。はい、では最後にですね、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、今まで、まあ、その買い取り扱ったウイスキーで一番印象に残っているものがあれば教えていただければと思います。はい、
そうですね、まあいろいろお買い取りはさせてもらってるんですけども、やはりまあ印象深い、ものに関して言ってますが、山崎の35年おと山崎の、50年お、お買い取りさせてもらったっていうのがこれはすごい自分の中でももう感動したというか、こんな機会ないだろうと、二度とないだろうという流れの印象深いというか、もう本当に貴重な経験だなと思って、インパクトが違います。インパクトがそうですね、買い取りがもうインパクトが違うので、ですから、ね、そこは飛行機もそうですね、もちろんちょっとこれはできないんですけどね、まあまあとんでもないかと、ですよね、はい、そういう時は振り込みなんですか。まあ皆様のご希望に合わせてやらせてもらってます。キャッシュの場合もございますし、はい、高額の場合はやっぱりね、そうですね、はい、まあそれは皆様のご都合に合わせて、店としては対応させていただきます。で、あとまあ写していただいた、まあ、スポッチっていう、まあ見ると72年ベンブランド60年っていう、もうこの長寿のスポッチもまあお渡しさせてもらったんですけども、こちらもまあ日本に数本しか入ってないようなところです。これもまあ印象的です、はい、ありがとうございました。今日はお忙しいところ、お時間取っていただきましてありがとうございました。